はい、はい、初売りのアイテムの、話をします。初売りのアイテムは、シェルジャケットとあとダウンジャケットとあとビーニーなんですけど、まあ、シェルジャケットの話を一応メインにというか、ゴアテックスのシェルジャケットを作りたいっていうのがずっと夢としてあって、でちょっと前に、去年、これって年明けに公開するの、うん、いや、年明けでいいよ。そしたら去年になるんですけど、うん、去年にマッカフィンのやつとかでノースペースのアーカイブのやつ動画が上がってたんですけど、ああいうアーカイブを、まあ、ノースペースはまあ一部でいろんな、ものを集めてて、メイドイン USA の90年代のメイドイン USA のものとかいろいろ集めてて、でメインが、アウトドアのアイテムになるんですけど、アウトドアのアイテムの中で一番自分が好きなのが、ギアの中で好きなのがシェルジャケットなんですよね。でシェルジャケットってまあどういうものなのかちょっとざっくり説明すると、こう、まあこれ前も話したんですけど、こう人間がいるじゃないですか。で、人間の体にこう体温があって、で例えばじゃあ人間の体が濡れたりすると、濡れて、その人間の体で、その濡れた水が蒸発するときに一緒に人間の体温をこう持ってっちゃうんですよね、うん、そうすると、低体温症とかになると。で汗かいても汗がこう乾くときとかにこうなんていうんだろう、濡れて、こう水を、水じゃない、熱か、体温をこう奪っていっちゃう、うん、でそうならないように、洋服、アウトドアの洋服ってレイヤリングっていう考え方があって、ベースレイヤー、それから、ミドルレイヤーで、アウターレイヤーっていう、まあ、ざっくり言うとこの 3層、レイヤーっていうのはレイ、層の形で3層の洋服を着るので、で例えばじゃあ街着とかで言うとどういう感じかって言ったら、例えば、A シャツとか着るじゃないですか、うん、A シャツっていうのはタンクトップね、ヘインズとかフルースのタンクトップとかああいうの着て、コットンの T シャツとか着て、うん、でその上に、リバースイーブとかスウェットとかを着ます、うん、でその外に、まあ、シェルジャケットだったりとか、まあ、デニムのジャケットとかになるので、まあ、そんな感じで着るイメージ、うん、これをアウトドアとかで置き換えると、ここが、まあ、多いのはベーシックなの、まあ、ここがウールのベースレイヤー、うん、自分はモンベルのやつをいつも着てるんですけど、ウールのベースレイヤーを着て、でここにフリースだったりとかダウンを着ると、うん、このウールのベースレイヤーはとにかく速乾、すぐ乾いて体を濡れたものにしないように着るので、でこのフリースだったりとかダウンジャケット、ミッドレイヤーを着るんですけど、これは空気をの層を、うん、なんていうか、ふかふかで羽毛布団とかと一緒、ここで空気の層を作るっていう考え方ね、うん、でその一番外側に、シェルを着ることに、シェルは殻だから、うん、でその空気の層をまずあったかい空気を守る、ここで、うん、で、水とかが来た時に水を弾く、こっちに、で、中で汗をかいたのが蒸発するじゃないですか、うん、その蒸発するのも中から、外に逃がす、うん、でこれが糖質性、うん、だから防水と糖質、うんうん、でこれの最高峰の機能がいわゆる有名なゴアテックス、うん、これ数値化されてるんですけど、こういう素材っていっぱいあって、これのまあ最高峰がゴアテックスだっていうことなんですけど、うん、で近年、まあ例えば、ヨーロッパの情勢とかで戦争が起きたりとか、うん、ああいうことがあるじゃないですか、うん、でなんかそういう状況になると、なんか人間ってなんかこう都市部からなんか郊外に逃げたくなる、うんうん、心情が働くらしくて、うん、働くらしいんですよ。でまあ昔第二次世界大戦の時にワシントン DC に白人の人たちがいっぱい住んでたのが、うん、第二次世界大戦でみんな逃げ出したから、
あの低所得者の黒人の人たちになって、ワシントン DC ってのは黒人の街みたいになったみたいなのもあるけど、うんうん、そういう感じで、そういう状況になると都市部からこう人間って逃げたくなる、うん、外に。でっていう欲求があって、それがまず今のこのアウトドアブームとか二拠点ブームとかっていうののどっかにそういうのもあるのかなっていう、うんうん、まあその戦争だけじゃなくてそういう、まあ、パンデミックとか、うん、なんかそういうのもあったりとか、あとはこう災害とかがすごい多いじゃないですか、うん、昔俺らガキの頃とかそんなゲリラ豪雨とかあんまなかったと思うけど、そういうのも増えてきて、でこういう災害とかになったりすると人間ってその自分の機能を拡張したい欲求っていうのが、うん、多分出てきて、うん、で要は、この今話した例えばシェルジャケットだったりとかっていうものって、あのゴアテックスって人間の外側の機能を拡張するというか、うん、っていうものがあるから、いわゆるこの時代こういう感じの時代になるとそのゴアテックスのシェルジャケットみたいなのが、まあ、自分はすごい欲しいなっていう、うん、なんか着たいっていう欲求があるし、うん、なんか今の時代にすごいマッチしてると思うんですよ、うん、だから、例えばちょサバイバルみたいな、うん、外で、まあ、山の中でね、うん、いたりするときって、まあ、いろいろ大事なものがいっぱいあるけど、うん、持ってきたいものとか、うん、でもシェルジャケットって本当にすごい大事で、うん、でその、まあ、ちょっとまあ、またそれ今度説明するんですけど、あの道具系の、うん、アウトドアの道具系とかのこう面白い本とかがあったりするんですよ、うん、こう説明してる、例えばカメラマンの人が、山岳カメラマンの人が自分の大事にしてる道具だったりとか、まあそういうアウトドアのいろんな知識ある人が本を紹介したりとか、まあその中にゴアテックスのシェルジャケットが紹介されてないことが基本なくて、そうだね、うん、絶対にそこに出てくる、ものなんですよね、うん、で、ゴアテックスのシェルジャケットの、まあ、いわゆる究極のっていうか、うん、やつを作りたいなっていう気持ちが、まあ、ずっとありました、うん、そういうのもあっていろいろずっと研究したいゴアテックスのシェルジャケット、うん、で、名作っていっぱいあるんだけど、うん例えば90年代とかだと結構ゆったりとしたシルエットなんだけど、2000年代ぐらいに入ってくるに従ってもうちょっと体にラインにフィットしたシルエットとかに変わってきて、まあ、アークとかそうだね、うん、で、マーモットの2000年のこのジャケット、うん、でこれがこれ今2000年のカタログあるんですけど、アルピニストシリーズっていう、まあ、当時のマーモットで最高峰のシリーズがあって、うん、でこう軽量性と堅牢性ってまあ要はそれってテレコになってるというか、うんうん、なんだけどそれを両立、まあ、一番いいバランスで両立させた、ジャケット、クライミングジャケット、でこのアルピニストクライミングジャケットっていうんだけど、このジャケットがまあディティールとかいろいろもろもろ含めて自分の中で結構究極だなって思う部分があって、うん、例えば2000年ぐらいのアルピニスト、まあ、あのアークとかでもあったけどこのフロントの3本ジップとか、うん、こういう部分とかあと立体的な繰り返し、うん、こういうこれが、まあ、自分の中ではある種1個シェルジャケットの究極の形、ただこれはちょっと着づらいっていう部分もあって、例えばこれって後ろ見たら分かるんですけど、ここに絞りが入ってるんですよ、うん、でこれはこのハーネスをつけるから、ハーネスをつけるようにここが体のラインにフィットしてるんですよ、すごいフィットしてて、で要はここの部分にハーネスがつくから、うん、要はここにポケットがない、ここから下に、うん、ここから上が割とゆったりしてて下がこう体のラインにフィットして絞られてる形なんですよ、うん、だから物としてはすごいいいんだけど普段着るのにちょっと適してないというか、うんうん、まあ全然着てもかっこいいんだけど、あのもっと好きなシルエットがあって、うん、で、まあ、こういうディティールでもうちょっと90年代の中頃のシルエットの融合で現代の素材みたいなのが一番ベストかなっていうのがあって、うん、これをいろいろ試作から、サンプルからいろいろ直して直してっていうふうにして、完成したのが、こちらになります。今これ 2XL 自分のサイズを出してるんですけど、はい、これですね、ゴアテックス 3L アルピニストジャケット、
3L は3レイヤーです、うん、でゴアテックスは例えば風防ぐインフィニウムとか、うん、昔ウィンドストッパーとか、うん、今はまだウィンドストッパーなんかいろいろあるんだけど、ゴアテックスもそのゴアテックスのメンブレンがあって、うん、そのメンブレンにこう何層で貼ってるかってなって、例えば 2L っつって2レイヤーのゴアテックスとかだと、うん、もっと安く作れる、ね、なんだけど2レイヤーのゴアテックスは裏地が必要じゃん、うん、だから裏地がここに作るんだよね、うん、で、自分の中でシェルジャケットってシェルジャケットの究極はやっぱり3レイヤーのシェルジャケットは間違いなく、うん、なんで、これね、まずゴアテックスを使うっていうのは絶対、うん、でゴアテックス使うといろいろその許諾の問題とかもあるし、あとは値段もすごい高いから、ゴアテックスを使うのジャケット、まあ、自分らの規模でやるっていうのは結構ハードルが高いんだけど、うん、でもこれに関してはシェルジャケットのこの一発目のこれに関しては絶対ゴアテックスをまず使いたかったっていうのがあったのと、うんうん、あとはゴアテックスを使うんで、でゴアテックスって入れるんであれば、うん、これはもう2レイヤーじゃなくて3レイヤーにしたかった、うん、だからそうすると値段がぶち上がるんだけど、でも3レイヤーのゴアテックスのジャケットを着たことがない人も結構いると思って、うん、で、うん、3レイヤーのゴアテックスのジャケットを着たことない自分たちの洋服、自分たちの店の洋服が好きな人が、うん、3レイヤーのゴアテックスのジャケットを初めて買うとしたら、うん、もうずっと着れて、なおかつもうこれ以上ないって思えるぐらいのものを作りたいと思って、やって、まあそうだね、まあ、ほぼほぼ100点に近いというか、まあ、可能な限り、うん、100点に近いジャケットになったと思います、うん、それがこれで、ちょっといろいろ説明していくとまずね、まず何が聞きたいですか、いろいろ質問してください。なんかオリジナルと変えたのところはやっぱシルエットはもうパッと見違う。シルエットはまずオリジナルのここに絞りが入ってるんですけど、うん、その絞りをなくして、これの何世代か前の、うん、クライミングジャケットのシルエットにしました、うん、だから普段ノースペースとかの、あのフックオフものとか、うん、ビンテージとか着てる人には、馴染みがいいシルエットになってると思ってて、うん、でそれがねすごい大事なのは、例えば、ね、これをもっと体の形にフィットした、うん、形にすると、例えば中に着るダウンジャケットとかっていうのは、うん、もっと体の形にフィットして、フィルパーがあるんだけど体の形にフィットしてるようなダウンとかが必要になってくるんだけど、うん、それ実際あまり普段着ないじゃん。そうだね。だから、そういうダウンジャケットも着れるし、うん、あと一番大事なのはさっき話したまち着で言うと、まち着で言うミドルレイヤーって、まあ、自分で言ったらもうダントツこのリバースウィーブが多くて、うん、でリバースウィーブってもうすごいかま下がってて太いのよ、うん、アームが。で例えば現行のテック系のシェルジャケットとか着るともうここがダブついちゃってストレスになるわけ、着てると、うん、だからこれがこのままで着れるっていうのがすごい大事、うん、それはここの形に関してはすごいこだわって作りました、うん、なんだけど例えばここをなんかもっとなんかドルマンスリーブっぽくしたりとか、うん、なんかこう特殊な形にしてファッションにするのは嫌だったんで、うん、色とかデザインとかってもっと本当は飛ばせるんだけど、うん、柄入れたりとか、うん、でもなんかファッションにはしたくないっていうか、うん、あくまでも山用のギアのクラシックを作りたいって感じなので、うんうん、であとはね3レイヤーのゴアテックスのジャケットって、うんとね、俺ら、うん、どれぐらいかな、まあそれこそ20年前とかの3レイヤーのゴアテックスのジャケットって俺らってなんかパリパリって言ったりする、うん、あのアメリカのヴィンテージギア好きなやつはそれをクリスピーって表現するんだけど、うん、クリスピーってあのサクサクパリパリみたいな、うん、あのクリスピーって表現するんだけどね、あのパリッパリなの、うんうん、ゴワゴワなの。そうすると着ててどっかが肌に当たって、例えば肌弱い人だとちょっとやられたりとか、うん、あの着ててもバキ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 落として着づらいんだよね、あのかっこいいんだけど、うんうん、っていうのを今の現行のこの3レイヤーって、うん、あの自分たちもこれ試作が上がってきてびっくりしたんだけど、とにかく軽い、うん、あとしなやか、うん、本当にこれゴアテックスの3レイヤーのと思うぐらい
あのしなやかで全くストレスがない気持ちなんで、うんうん、あの初めて3レイヤーのゴアテックスのジャケット買う人は、まあ、こういうもんだって思うかもしれないんですけど、うんうん、それこそ昔からずっと着てる人とかは着て、あ、今ってこんななってんだってびっくりするぐらい、うんうん、そこはもうめちゃくちゃアップデートされてます、うんうん、で、ね、例えばちょっとこれはいろいろポイントあるんですけど、これ全部ブログに書いてるんで後で読んでほしいんですけど、これフロント前立てがこう2枚合わせになってるでしょ、うんうん、で、ここが止水ジップじゃなくて普通のジップにしてんの、うんうん、で、これは結構こだわったところで、っていうのはこれジップがたくさんついてるところだったりと、脇下のベンチとか、うん、あともうこの辺とか、うん、後で話すけどこの下のポケットとか、これ全部止水ジップになってるんだけど、うんうん、フロントだけ止水ジップにあえてしてなくて、うん、でそれは何でかっていうと、あのね、今も止水ジップも昔よりだいぶ良くなってるから滑るんだけど、あの昔の止水ジップって本当に硬いの、ね、うんうん、で、それがね、体にジャストフィットできる、なんつうんだろう、ジャケットとかだと、うん、クライミングジャケットとかだったら止水ジップですげえ硬くてもここ上げるのそんなに苦労しないんだけど、うん、こういう自分たちが着てるでかいサイズで着ようってなった時に、うんうん、ここが止水ジップだとなんかうまく上がんない、うんうん、でこれがすげえストレスになって、あの1日に何度も上げ下げする場所だから一番、うんうん、言っちゃえば他のとこはそんなに、こことかそんなに開け閉めしないけど、ここはすごい上げ下げする場所だから、うん、ここのストレスだけを外したくて、うん、でここだけ、止水ジップじゃなくしてる、うん、で、まあ、これあのダブルになってるからこういう感じで着ることもできるんだけど、うんうん、で止水ジップじゃないんだけど、あの前をこう重ねてあるから、うんうん、あの普通に例えば雨の日に土砂降りの日にチャリンコとか乗っても、うん、水がこう入って中が濡れるってことはない、うんうん、感じかな。で、あとはここに ATT フィールドテスティングって、うん、入ってて、うん、でそのフィールドテスティングずっと、やってて、基本的にはなんか俺がやってるんだけど、うん、サンプルとかを作って、うん、まあ、山登りに行くときとか、うん、キャンプのときとか、まあ、街中とか、まあ、買い付けのときとかも来たりとかする、うん、まあ、とにかくいろんなところで来て、あ、ここちょっと良くないなとかっていうのを、うん、そのサンプルから洗い出したりとか、でき終わったやつ来年にアップデートするときにそのテスティングをするんだけど、うん、それを、これサンプルもらった段階から今年の春ぐらいかな、うん、ずっと春、真夏もやったし梅雨の時期もやったし、うん、この秋冬とかもずっと来てるんですか、うん、サンプルから、うん、製品版も含めて、うん、で、まあ、今までいろんなやつやった中で、まあ、もちろん当たり前なんだけど一番完璧なのができたなっていうのは思います、うん、それはなんか今までやってきたそのあのアパートメントフィールドテスティング の、うん、あのなんていうか自分的にこう気づいたこととかも全部詰め込んでるから、うん、完璧なになったかなって思ってて、うん、それがまず基礎に入ってる、うん、それからね、他何があるかな、ここにマーモットのものがあって、うん、でこのポケットがこっち側についてるんで、うんうんうん、これも何度か試行錯誤してるんだけど、こっち側についてて、だから水が余計入りにくくなってて、うん、で、街も結構深さがあります。これがここに1個ついてて、うん、で、ここにもついてる。で、こっちとこっちのポケットはこう、なんつうか、中で繋がってないから、別になってて、うん、だから、ここも止水ジップで、物が結構間違って入って、で、さっき話したオリジナルにはないここのポケット。うん、で、どうしてもクライミングジャケットってゴアテックスのジャケットって普段例えば街とかで着てて、ポケットをあの手を入れるときにこう入るでしょ、うんうん、でこの位置に入ってるのすごいかっこいいんだけど、うん、かっこいいんだけどなんかねちょっとちょっと無理があるというか、うんうん、本来そういう風にするポケットないから、で普通に、まあ、街着で人気のあるマウンテンジャケットとかですと、うん、ポケットが下の方についてるから、こっちの方が楽なんだよ、うん、普段着てて、うん、だからこっちにポケットをつけました、うん、とはいえここにも要は、電子機器とかそういうものを入れる可能性があるから、う
だからここに関しては、止水時、要は全部止水時、あとはこの脇下ベンチ、これもなんか自分は普段電車全然乗らないんだけど、あのいつもフィールドテスティングで満員電車乗るようにしてて、満員電車って本当すっごいストレスっていうか暑いし、めっちゃ困ってて、で混んでるから あんま服をガシャガシャやりたくないじゃん。だから自分は満員電車乗るとここだけ開けちゃう、そうすると全然違うから、あの中の暑さが、だからそれもついてる、そこも止水時って言ってます。あとはあとこれフードが、オリジナルってクライミングジャケットとかヘルメットが入るようにでかいフードなんで、ニューエラーとかのキャップを、うちのお客さんとかもそうだし自分もそうだ、普段かぶってることが多くて、雨降ってくるとあのこれを濡らしたくないから俺の友達とか、あのなんつうの、いつもクラブ行くじゃん、あの昔ね、でクラブ行ってきて、で外でと、あ雨降ってるってなると、これ脱いで、この中にこう隠して帰るのね、濡らしたくないっつって、だからおかしな話だし、でそうならないようにこのフードを今ちょっとこうあのリバースフードがあれなんだけど、フードをこうしっかりかぶれるようになサイズに、ヘルメットが入るそのサイズのままにしてるから、だからこう雨降った時とか人間だとかかぶっててもそのままガバッてかぶれる大きなサイズの、このサイズもめちゃくちゃこだわったポイント。あとはロゴをいろんなところに入れてるんだけど、まあ、一番のメインはこれ、ゴアテックスのこのロゴで、ゴアテックスのここの G のここに足がついてるんだけど、そのゴアテックスって時期によっていろんなロゴがあるんだけど、なんか自分が思うそのヴィンテージギアとかの、その黄金期のアイテムってこの足付きの G なんだよね、で、ここにあの写真が今出ますか、出してもらうんだけど、あの有名なゴアテックスが協賛した、あの6カ国合同の南極横断の、あの時のゴアテックスのバナーとかのアイテムにしてもこの足がついてて、だから、以前、リリースしたこの8枚帳と、これもここに足がついてるロゴなんですよ。これが、細かいけどすごいこだわりで、でこれがもしかしたらもうできなくなるかもしれないんですよね、もしかしたら。だから、自分たちとしてはもしかしたらこれが、このロゴが、使えるのが今後難しくなる、まあできるかもしれないけど、まあちょっと難しくなるかもしれなくて、だからこれは絶対今回これのこことここに入れたかったというのがあります。あとはね、これロゴがスタブリックとマーモントとこれが入ってるでしょ、でこれが何かっていうと、バックパックをこういう感じで背負ったときに、ちょっと今、俺のこのバックパックが一番でかいですから、分かりづらいかもしれない、ここと、こことここに、バックパックを囲む形で、ロゴが並んでるわけ、3社のマーモント、スタブリッジ、コアテックス。で、これがなんか自分すごいやりたくて、ずっと。なんか自分はね、こうアウトドアのギアとかが好きなんだけど、そういうアウトドアのギアとかを、街中で着るこのカルチャーがすごい好きで、ニューヨークだったりとか東京だったりとか、その世界の大都市で、その都市の都市生活の格好ってあると思うんだけど、その都市生活者の格好の中で一番かっこいいのはこういう、なんていうのかな、そのカルチャーが分かるアイテム、まあ俺らで言ったらこのヤンキースのフィッテドとか、あとはティンバラのブーツとか、そういうその人のバックグラウンド、好きな音楽とかなんとなく見えるアイテムと一緒に、この一番機能高いシェルジャケットを着て、でバックパックを背負って、バックパックの中に普段の生活で使えるものが全部入ってるっていう、このスタイルがなんかずっと好きで、だからそのヤスとかはね、10代の頃から俺好きやるけど、もうずっとこの格好をしてるじゃん。でそれ自分はもう今は、昔はね電車で移動したり電車で移動したりしてたけど、今車で移動しても絶対にもうこの格好の、でこのシェルジャケットとバックパックをなんかニコイチでかっこよく見せるっていうのを本当にやりたくて、
そのためにこのジャケットが一番かっこいいジャケットになります、うんうん、って感じで、ちょっと自分2パーツ着てるんだけど、ゆうまくんが XL 着てるからちょっと、着て、これがそれを説明する方がいいかな。どこまで説明したっけ。あ、ちょっと横向いてもらっていい、うん、で、ここの肘の、うん、あ、要はここをめちゃくちゃ下げてるんだけど、うんうん、ここの肘が 3D になってて、うん、だから、ただここを太くしただけだとだらしなくなるんだけど、うんうん、この長さもすごいこだわってて、うん、だらしなくならないようになってます、うん、あと肩の切り返しがここでこう来てるから、うんうん、要は肩が張ったりとかもない、うん、なんかね、昔のアグテリクスとかでここで切り替えがあるやつって、うんうん、あの 3L の3レイヤーのパリパリのシェルだと肩がこうなっちゃう、うん、あれすごい好きじゃなくて、うん、あそこもそこもちゃんとカバーされてます、うんうん、でちょっとフードかぶってみました、うん、でフードかぶって横をちょっと見てもらおう。あ、逆か、逆、うん、そうするとここにさっき話した APT フィールドテストが出ますから、うん、でね、ここにこの内側にボタンがついてて、見える、うん、見える、ボタンがついてて、そのボタンを押しながらドローを引っ張ると、うんうん、そうそうそう、そこが絞れる、うん、でここもしっかり針があるんで、あのちゃんと貼って、雨とか降ってきても大丈夫ですと、うんうん、いう感じかな、うん、あとはね、僕は説明しなきゃいけないことがいっぱいあって、あれなんだけど、あと何の話があったっけ、あとはね、あとね、ここに、ちょっと開けてもらっていい、ここのところに、でね、デュアルエキゾーストベンチレーション、うん、ちょっと、まあ、デュアルってのはこれ2個だよ、デュアルだ、うんうん、これ見える、はいはいはい、このメッシュがデュアルエキゾーストベンチレーションつってて、これどういうことかっていうと、こういくじゃん、うんうん、で隠すじゃん、うん、で隠した時にこの呼気が、うんうん、要はゴアテックスって要は水蒸気を外に出すんだけど、呼気、うん、の水蒸気ってレベルが違う、うん、1回出てくる水蒸気の量が、これをこうつけて、ここでメガネ、俺かけないけど、ヤスとメガネかけていいんじゃん、はいはい、ちょっとヤスのメガネ貸して、俺入るかな、いや、こぼさない、いや、大丈夫、うん、うん、ああ、なるほど、そう、で、これが、うん、ここがないと、うん、あの水蒸気が、うんうん、こうこもってそう、こもって、うん、メガネとか、あとはゴーグルとかも、あの雪山とかで言ったらゴーグルとかが曇っちゃうんだ、はいはいはい、でそれを曇らないようにするために、なるほど、そこで開いてたんだ、ここの呼気がちゃんと逃げる、抜けてこっちに出る、このベンチ、はいはい、でこれってぶっちゃけここの作り込みって自分もなんかこのジャケットオリジナル見た時にこのディティール超面白いなと思って、うん、で要はこういうとことかを復刻する時ってどんどん排除していっちゃうんだよ、はい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 、だけどそこを排除する、解除して安くするよりも、うん、結局ここのあのなんですか、ディティールに対して、うん、あのこう、まあ、リスペクトしないけど、うん、そういうのもあってここを生かしたい、うん、ところでこれがついてます、なるほど、あとはね、まあとりあえずシルエット的にはこんな感じ、うん、で裾にドローがついてるから、まあ、絞って裾のドローを絞って、うん、こういう感じで着てもらうのがいいかなっていうところで、うん、で、今回はちなみにこれ2000年のやつなんだけど、今までのサイズのダウンセーター、ちょっと今それを脱いで、で、あれも脱いじゃっていいや、リバースもで、ダウンセーター、あとちなみになんだけど、赤木は
そのマーモットの一番その8000メーター級の、はい、やつのアイテムに使われる、うん、要は何だろう、視認性が高いから別になんだけど、一番フラッグシップのカラーというか、うん、だからその赤系は絶対にやりたくて、うん、だからちょっとやすこっち行って、はい、実を言うとすごい壮大な前振りなんだけど、ね、この俺らがやった一発目のマンモス、はい、ビギーも要はそこから色を取ってましたっていう話なんですよね。うん、そうっていう話です。で、ちなみになんだけど、ミッドレイヤーで今回ユーマくんが今って登場します。これは、カラーをうちエクスクルージブでカラー別注して、でなおかつ、サイズをいつものパターンの 2XL、3XL まで作った、うん、このダウンセーターが、同カラーで出ます。でこれはね、ポイントも、これもポイントいろいろあるんだけど、まあ、ハーテックス使ってとにかく軽い、うん、めちゃくちゃしなやかで、これ750フィルの、防水ダウン、うん、ダウンの毛自体に防水処理を施してて、ダウンって要は毛ってこうなってるじゃん、うんうん、で、なんていうのかな、水がこうつくでしょ、うん、そうすると毛ってこうなる、うんうん、そうすると本来空気がいなきゃいけない場所が、うん、水がつくとこうなっちゃって、うんうん、空気を含まなくなっちゃう、そうするとあったかくなくなっちゃって、うんうん、つまりダウンって水にめちゃくちゃ弱いんですよ、うんうん、だからダウンが水に濡れないように要はマンモスパーカーとか生まれてるんだけど、うんうん、でなんだけど、これはそれを、防ぐために、ダウンに防水加工をしてあります、うん、でカラーはこういう感じのカラーになっていて、で、最近ってそのバギーなのがファッション的に人気じゃん、うん、こうカラーでかいっていうか、うんうん、まあ、ビギーのブームとかもそこにある程度リンクしてるんだけど、うん、でにやりたいからなんかダウンジャケット作るときにこのフィルパワー下げたダウンをパン詰めする、うん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 、なんか手法が多いのよ、はいはい、フィルパワー低いダウンをギンギンに詰めたダウンで丸くボン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 でかくするみたいな、うん、あれって実際それがあったかいかっつってあったかくなくて、うん、なんか見た目はギンギン詰まってていいダウンに見えるんだけど、ダウンの質自体はそんなに良くないと、うんうん、あと重くなる単純に、うんうん、であそこまでヘビーなの本当は必要なくて、うん、これってそこをある程度抑えてあんま入る太すぎない感じになってる、うん、だから日常使いでもすごい着やすい形になってる、うん、なんかオリジナルのダウンセーターって例えば形とかってここで切り替わってたりするんだけど、うん、これはここでラグラグになったりして、うん、で、なんつうの、形もすごい綺麗、うん、肩幅に入れてちょっと後ろに見てもらっていいですか、うん、後ろもこんな感じです、うん、肩がすごい切り替わる、うん、で、ロゴはここと前に入るっていう感じかな、うん、裾はドローが入ってます、うん、もちろんで、これはダウンジャケットとしてめちゃくちゃ優秀なんでこれ単品で着るのももちろんおすすめなんだけど、うん、これさっき話したここなんで、うん、この赤のね、リプレイヤーなんで、この上から、蓋をしたいと、うん、っていうことで、これ2つで、やっぱりなんかシェルジャケットダウンとかってみんなシェルジャケット高いなと思うかもしれないけど、うん、まあそれはそうで、もうコスト全然違うから、うん、今回もこっちが超高いの、うんうん、だから言っちゃえばこっちとこっち買ったらもう10万超えちゃうから、うんうん、だから高いんだけど、うん、でも例えば、アメリカのゴアテックス のマンモスパーカーあるじゃん、うん、あれがまあ約10万じゃんっていう話で言ったら俺はなんかこっちの方がいいかなって思うんだよね、うん、バラで着れるから、うん、シェルジャケット、ゴアテックスの3レイヤーのシェルジャケットとかで、これを中に着れるのは、うん、この形がこういう昔の要は90年代とかのあれの形にしてあるから中に着れます、うんうん、これがね、この形だとこの形だとダウンで潰れるから切れるんだけど、うん、そもそもその空気の量とかがなくなっちゃうから、うん、パツパツだし動きにくいわけ、うん、なんだけど、これが切れる十分、うん、だからこのセットでいけば、完璧
です、うん、もうめちゃくちゃ暖かいし、あとは単純に超軽いから着心地が立ってる、うん、で俺なんかそのいろんな仕事してて今までも、うん、でそのシェルジャケットってこういうの作りたいっていうのがあったんですよ、うん、あったんだけど、うん、そこって別になんか自分のブランドじゃないから、うん、なんかもっと売れるものとか、うん、例えばじゃあ、ルックとして、うん、SNS とかで見たときにインパクトがあるものとか、なんかこういろんなことがあるじゃん、だから思った通りのものを作るのも難しいんだけど、うん、今回って本当に思った通りのことをやりきれたって感じなので、で、まあ唯一その100点に届かなかったなっていうのは、このピスネームがゴアテックスが旧ロゴじゃなくて新ロゴになってるっていうところなんだけど、まあそこはねいろいろまあしょうがないというか、あのなんだけどそのぐらいって感じ。他はむしろこの足つきのゴアテックスをここと後ろにこのサイズで入れられたっていうのは、しかもこのゴアテックスのロゴとスタベッチのロゴ同じサイズで入れられるとか、ちょっと、まあ、この、ね、ロゴの問題とかいろいろあるんだけど、これはもう本当にあのデザイナーさんがあの、まあね、デザイナーの佐藤さんがいろいろ頑張ってくれたりとか、うん、あのもういろんな人が助けてくれて完成したことなんで、あの本当にもう完璧なんで、うん、あのスタブリッジのこのロゴのね、うん、シリーズの最初のそもそものコンセプトは一番最初グリップさんのコラボが始まってるんだけど、うん、その自分がいろいろ今まで見たり着てきた中 の、 そのクラシックみたいなものを、うん、解析して、うん、自分で着てみていいとこ悪いとこ探して、うん、それをアップデートしたものを作って、うん、で自分がその90年代とかに90年代とか2000年代とかのヴィンテージのギアを今でも着てるみたいな感じで、うん、今作ってるものが10年後20年後とかに、うん、あの再評価されるっていうか、例えばじゃあ古着屋とかでこれが出てきて、うんうん、まあ、この時代にこんないいもの出てたんだなっていう風になるものを作るっていうのがこれのコンセプトだから、うん、そういう意味では、今まででこのシリーズでは完璧なもの、うん、一番いいものができました、うんうん、もうできないかもしれない、でもいろいろね事情が変わっちゃって、マーモットもいろいろ事情が変わってて来年以降また大きく様変わりしていくから、うん、その先どうなるかまだちょっと自分らの出たとこ勝負というかまだ分からないんだけど、まあこのタイミングにこれができたら本当奇跡みたいなことなんで、うん、ぜひ着てみてほしいです。で、りょうちゃんが着てるの、これは黒ね。で、りょうちゃん最近何着てるの？ M です。 M で、身長いくつだっけ？167ぐらいだよね。で、りょうちゃん結構痩せ型だから、うん、で、M で、今回 S からうん、あるんで、女性の方とか S がいいかな。でも S とか今ほとんども数もないけど、うん、で、黒はあえてその切り返しとかも全部ワントーンの黒になってて、ロゴだけ白で入ってるって感じなんで、うん、ちょっと後ろ向きます、うん、この感じです、うん、これはこれで完璧かなと思いますんで、うん、という感じですかね、まあ、あと黒のダウンセット、あ、そうだ、黒のダウンはこれです。ロゴが白、うん、白ごめんなさい、ロゴが白で、黒のダウン、これもまあ使いやすいんで、うん、あの赤系はすごいかっこいいんだけど、あの合わせる服を選ぶなっていう人もいると思うんだけど、うん、そういう人とかは黒もおすすめなんで、うんうん、お好きな方、なんかさ来年これ、うん、ジェイソン復刻される、うん、ジェイソンとか好きな人とかはこのカラー多分好きだと思うし、あのジェイソンカラーのね、あのクラシックの3カラーぐらいのリショップが出てて普通に買えるんで、それとかいいんじゃないですかね、合わせてみて、ということでもう完璧100点、うんうん、でも100点って言っていいと思う、うん、うん、完璧なのできたんで、ぜひ着てみてください。お願いします。お願いします。お願いします。